戦闘力53万なので宇宙に放り出されても大丈夫な板取りユージです。よろしくお願いします。あんたらが板取り殺さないんで俺が殺します。シグロメグミです。よろしくお願いします。ここにいるみんな共なりしてやるわよ。釘崎野原よ。クルーになってもインポスターを殺します。五条悟です。俺がインポのスターになる。両面宿儺だ。京都3年東堂葵。自己紹介終わり。インポスターよくわからないわ。あなたゲーム詳しいの？オタク全員前よ。どうしようもなく我慢ならんのだ。喜べ男子、こう言ってんよ。寝かまるよ。夢の舞台へ駆け上がれ。どうも、シエの頃です。よろしく。なんだこれ。なんだこれ。野球ロードメジャー流れてきたわ。これは野球をしたからね。やってくぜ。こん中に怪しい奴がいるらしいな。誰だ誰だ誰だ。ああユージ。いや、いきなり主人公が死んだんだが。ブラザーが死んじまった。大勢に囲まれて死ぬって言ってたのに。どこで死んでた？いいだろう。じゃあ俺から行くぜ。俺はネクストバッターサークルにいたぜ。はい、終わり。はい、こいつ取ろう。じゃあちょっと待ってくれ。俺シリーズだ。じゃあ、トド。俺は最後、アドミンにいたな。五条悟もいたと思うんだが。ああ、確かにすれ違ったかもしれない。少なとセキュリティにいました。ちなみに俺はセキュリティでカメラを見ていた。そのセキュリティで見てるのを見た上でアッパーエンジンに行った。セキュリティ言い過ぎだろ。東堂先輩とアドミンにいたわ。お前俺のこと先輩って呼んでたっけ。呼んでたわよ。呼んでねえだろ。呼んでたわよ。アドミン組が怪しいんじゃないかな。多分確かアドミンで3人ぐらい一緒にいて、一番最後に誰が入ってきたんだよ。シゲノか。ちょっと待ってくれよな。入ってないぜ。今んとこ証拠が少ないからな。いやでも、シャドリはどこで死んでたんだ。ちなみに言うと、エレクトリカ。一番近いのは、ロアエンジンにいた釘崎じゃないのか。ああ、私よ。ただ、停電になったじゃない、うん、なった。で、エレクトリカルの停電を直しに行こうとしたら、イタドリが上がってったから、これやらなくていいかなって思って、ロアエンジンのタスクを私はやって上に上がったって感じかしら。知らないのに、照明つけたら俺だ。いや、最初エレクトリカル寄ってから行ったからな。ということはお前、イタドリ殺してからお前。レッドボール。針の穴を通すコントロールを持つ俺が、そんなわけないだろう。あの、作品の後半で結構コントロール荒れてたからな。説得力がないのよ。オトさん。オトさん。まあでも、お前ギブソンだろ。頭は、まあ、スキップかな。とりあえず、そうね。エボルタダンさん。これはわかんないわ。誰だよ。入ってる。俺が入れました。正直かよ。白状。正解正解。やってないと思うんだけどな。エイムに神が宿ってるぜ。あ、どこだどこだ。待って、アドミン。どこだ。アドミンの中っすね、これ。タスク少なかったな。俺ももうすぐ終わるな。俺ももうすぐ終わります。アドミンに俺五条悟りいたの見たぞ。俺も見たぞ。なんかずっと見てたよな。ずっといたな。アドミンに誰がいた今。京都校の3人で。京都校が五条悟を3人で寄ってたかってリンチしたってことが、高野連に報告してやるぜ。お前ら出場停止だ。まあ、このペースは今スキップしても勝つだろう。まあ、いったんじゃ、さすがじいけるわね、これは。何のドラマもなく終わっちゃうぞ。めちゃくちゃスルスルじゃねえか。しん。ゴロ君。なんで俺に入れんだ。入れました。ちょっと待て。誰が入れた。誰が入れた。発見したぜ。あら、ペッパー君が死んでるじゃん。完全に頭にデッドボール食らってやがった。うん、どこで死んでた。メルトダウン、解除しに来たのは資源のと、まあ、俺と、あとトードと釘崎来てたな。ちなみになんだが、メルトダウンの時に俺はストレージでこのメカ丸ってやつに会ったぜ。まあ、これはちょっと捨てらないとまずいな。確かにそうだね。
ちなみにリアクターに解除しに行ったら誰だよ。まあ、俺が解除したまず。まあ、あの場所にいたのはスクナと私と東堂。俺もいたぜ。あとシゲとシゲノだな。シゲノかしらね。どうなると。シグロまだ一回も見てないんだけど。確かにそうだな。ただ私が思うのはエレクトリカルの場所でもアドミンの場所でもシゲノがいて今今回報告してるのがちょっと私は怪しいと思う。清水俺疑うのか。清水じゃないわね。悲しいぜ清水。大悟作ろうぜ、確かに小僧が死んだのもエレクトリカルで殺してシールドに行ったっていう線もある。俺がセルフリポートしてるって言うのかよ。まあだがな、もう一人イタドリが死んだ時に近くにいたんだよな。誰だ。野原ちゃんじゃないか確か。あ、私はいたわよ。ローアエンジンの近くにいて、ただエレクトリカルの中には入ってないわよ。まあそれを見たのは誰もいないわけだ。だからそう考えると近いところと考えると、ああまあさすがにそれで怪しまれても仕方がない。まあとりあえず死んだところ教えようか。やつが死んでたのはナビゲーションだ。ナビゲーション。ということはおそらく序盤であれじゃないか。まず真っ先に原子炉のメルトダウンして、その間に遅く来たやつ一番端に行ってる状態で殺したとか、そうじゃないのか、もしかして。そうなってくるよね。間違いなくメルトダウンの時に殺されてんだ。俺はメルトダウンの時にストレージであいつにメカ丸に会ってるからね。ってことはその時にこう殺したやつがいる。そうするとその時にいなかった伏黒一番怪しいよな。怪しいね。ストレージにやってその後にアドミン行きましたよ。もう最終もアドミンですね。本当かよ。お前ギブソンだな。アドミンのあのタスクとか持ってたんじゃないのか。アドミンあとダウンロード残ってますね。怪しいな、ギブソンの気がするぜ。ギブソン。そうそうね。誰か一人釣っとかないとここはまずいわよね。誰にすっからも。これ伏黒でいいんじゃねえか。あ、まああと喋ってないちゃんまいもちょっと怪しいな。ちゃんまい、これチャラい方ね。ヘイト向けられてるからちょっと弁解しないと。最後に言わせていただくんであれば、アドミンで見てて、まあ、メカ村先輩が死んでるのを見たんだよな。もうそれを鳴らしに行こうと思いましたけどね、最後。ちょっとちょっと怪しいね。お前ちょっと弱すぎない。それもで時間ないから、ちゃんまいちゃんまいどうだ。ちゃんまいは私は最後の全部タスク終わってたから他の人にくっついてたわよ。誰にくっついてた。最後は釘先にくっついてた。じゃあ、まあ、まあ最終的にいたのはおかしいな。じゃあお前に代打。なんで俺なんだよ。おいおいしいなお前本当に。俺はマウンド譲らねえ。これスクナだったら誘導されてるから超怖えんだよね。ちょっと今衝撃的なものを見たんだよ。とんでもないもん見たんだよ。2、3人いる前でなんか弁当使ったやつが目の前にいたんだけど。誰だ。何だ。堂々と使ってたぞあいつ。そこの釘のクソ何だけど。女だ。何よ。違うわよ。さすが。シミズ。ガスリつけがすごいのよ。下手すぎんだろ。どこで死んでた。え、わかんないの。死んでる。ちゃんま死んでるぞ。まあでも前を最後に見たのはあれだな、釘崎と一緒に行って死んでるってことはそういうことだ。まあそうだな。だし今弁当で見てるしお前。さすがにあんだけいる中でよく入ったな。本当だよお前。よくずぶとい神経を知ってる女は好きだけどな。まあこう言ってんだなお前は。最悪ね。最後に何か言い残すことがあってもいいんじゃないか。単純に押し間違えました。顔真っ赤になってんだろうな、清水。おい、シゲノ、早くボール投げてやれ。お前の心にジャイロボール。お前、
ざけんじゃねえよ。なんで私ふざけんじゃねえよ。自分に投票しろ。違うわよ。私じゃないわよ。私間違えたって言ってんだろうが。勝った。惜しかった。ナイス茶色ボール。正義は勝つな。そうね、押し間違えちゃった。終わってみて結構思ったのが、空気色から殺気を感じるシーンが何回もあったんだよな。宇宙落ち着いてくる感じが、いやさすがにびっくりしたよね。もう感染してるのになんか数人いる前で弁当の中にダイブしてたからな。大胆だな。あれはやばいな。大胆な女だな。本当にお前釘崎のことを清水って言うのやめろ。本当に調子狂うのよ。大王作ろうぜ清水。キャラクター壊れんだよ。